はい、皆さん、こんにちは。P4 でございます。本日はね、アトランタのフランチャイズの方やっていこうかなと思います。ということでね、今回もやっていきましょう。ということでね、今回の試合がですね、9月の17、ということですね、サンフランシスコジャイアンツとやっていこうかなと思います。現在、ブレーブスね、66勝80敗、地区5位と、結構厳しい戦いにね、なってしまったなというのが個人的なね感想ではありますけれども、まあね、いかんせんそのね少しちょっと苦しかったですね。あとですね、前回の動画がですね、おそらく前回の試合が5月とかだったと思うんですけど、めちゃくちゃ飛びましたね。まあそれもね、いつものことでなんですけれどもね、まあ1年目の動画がねすでに3本上げれたというのは個人的には少しこう成長かなといったところにはありますね。早速ちょっとねやっていきましょう。ね、だから結構あれは変わってますね。まあほとんどもうそのポストシーズン争いはしてなかったのでメンバーは変わってないんですけどもね、結構そのあれは変わってます。まず今日の先発、すみません、前回のね動画もそうだったと思うんだけども、とりあえずワスカイノワで今日もね行かせてください。お願いします。でそうだね、言っとくこと、そうだね、前回の動画で確かニューカムがいたん、昇格してすぐだったんだけど、結局その後ニューカムはずっと一軍、メジャーにいますね。一時期抑えとかやらせたりしたんだけど、ちょっと最近は状態が悪くて。で、開幕 AJ ミンターが抑えだったんだけど、それがちょっと AJ ミンターも打たれ込まれて、今ちょっと中継ぎ普通にやってます。で、マチェックが戻ってきました。おかえりマチェック。ね、ということで。で、抑え後、現状は、ウィル・スミスがやっております。ウィル・スミスね、非常に成績がいいので、これはね、非常に、抑えとしてね、素晴らしいピッチャーでございます。あと変わってるのが、あれですね、フリードが怪我をしました。2、3週間だったかな？違う。2、3週間か。くらいだったと思うんですけど、2、3週間じゃないな。でも2、3週間だったらすぐ帰ってくるな。2ヶ月ぐらいか、怪我をしたんですよ。で、今ちょっと怪我してるので、カイルライトがとりあえずはローテで回ってくれてます。結構カイルライトいい成績ですね。今日はイノワで頑張ってもらいましょう。さあ、で、野手の方なんですけど、まあ、状態については、選手の状態については、そのね、7回以降話していこうかなと思ってるので、あれなんですけど、セフテンバーコールアップがありましてですね、2人挙げてきました。ドリュー・ウォーターズ、そして、シェイ・ランゲリアス、この2人をね早速ちょっとね挙げていて、最後の1ヶ月だけちょっとメジャーにね帯同させてみようかなという感じでございます。あとは前回変わってるのではヨルマー・サンチェスが、今回上がってきてまして、でキャッチャーのねトラビス・ダーノがですね、5月ぐらいに結局2本目の動画の後すぐぐらいにですね、今季絶望の怪我をしましておそらくもうね来年あたりもダーノは FA になるので、おそらくもういないのかなっていう感じなんですけども、キャッチャーのね補強も少し考えなきゃということです。まあ、そうだね、そんな感じで今日もオーダー組んでいきましょう。相手はジャイアンツ、アレックスエブじゃないね、あれだね、ローガンウェブでございます。そうだね、まあオーダーだからちょっとね、やっぱみんなバッティングの状態がそんなに良くなくて、せっかくなんでちょっとランゲリアスあたりをね、ランゲリアスと、あと、誰だっけ、ウォーターズをね、しっかり使っていきましょう。まあ、パチェ外すかな。ちょっとパチェもなかなかこう、期待通りの成績とはいかずですね、なかなか厳しいシーズンにはなってますが、ライリーもね、ちょっと伸び悩んでて、ショートどうしよう。まあでも一回アルシアが結構最近状態いいんですけど、サードはちょっとヨルマーサンチェスでいきますか。ではね、まあこのメンバーで今回はね、試合の方をやっていこうかなと思います。はい、ではスタートという感じです。まあでもそのなんだっけ、あれだよ、まあ状態自体はねそんなに良くないんですけど、まあちょっと厳しいよねやっぱね、まあ、ということで今回もね1から6回までがですね、おそらくそのダイジェストになりますのですげえ座礁の動画撮るの久々だからさ、いろいろこう戸惑っておりますがね、さあやっていきましょう。ではね、ダイジェストの方入っていきたいと思います。どうぞ。ダイジェストの方入っていきます。ジャイアンツの先発はローガン・ウェブでございます。
アクーニャ三振の後オスーナがですねライト前に運びます。ただこの後後続は倒れて、ブレーブス初回無得点という形になります。一方、ブレーブスの先発ワスカイノアでございますけれども、イノアの方もですね先頭バッターセンターフライに打ち取ってワンアウトランナーなしとなったところでですね、アクシデントが発生します。というのもクロフォードのこの打球がイノア直撃なんですね。でこぼれ球をランゲリアスが一塁に送球、これ判定セーフなんですが、チャレンジの結果ですね判定覆りました、アウトとなります。ただですねここでイノアに打球が直撃しておりまして非常にこう心配していたところですね、まあ案の定ちょっとイノアはですね登板することができず、結局ピッチャー交代という中でトゥーサントが緊急登板で1回の2アウトから、登板という形になります。トゥーサントは非常に今年は中継ぎ先発さまざまなマルチをこなしましていい成績を残していますが、さあ緊急登板のトゥーサントがどうかといいますと、ヤストレムスキーをファーストゴロと、ね、緊急登板に動じずしっかりとアウトを取っていきます。さあその後ですねウェブのピッチングなんですが非常に素晴らしいものを見せますね。スワンソン、デサンチスが2者連続三振、さらにはウォーターズまでも三振と、2回が3者連続三振に終わると続く3回もランゲリアスが三振、さらにトゥーサントも三振、5者連続三振になったところでアクーニャが三振という中でですね2イニングにわたって6者連続三振を取られてしまうという感じになります。試合は飛びまして5回ですね、こちらワンアウト後ですねウォーターズが三塁線を破るヒットを放ちました。これで激走でランナー二塁になりますね。ワンアウト二塁チャンスを作りますね。非常にウォーターズのヒットは嬉しい限りなんですが、ね、これどちらか結構ねタイミング的にちょっと二塁いけるかなと思ったんですけど、ここはウォーターズが激走ヘッドスライディングでですね、チャンスを、掴みまして、続くバッター、ランゲリアスが倒れてトゥーサントですね、これでライト前にトゥーサントが運びます。これを見たウォーターズもう一気にフォームに帰るんですけど、ここはねヤストレムスキーの素晴らしい返球が返ってきまして、無得点という形になります。このプレーがですね後の試合を大きく、左右するプレーになるとはまた私はねプレー中の私は思っておりませんでしたがまあねアウトになりまして点が入りませんでした。でその5回の裏ですね、リッカーソンフォアボールの後ですねフローレスにライト前に運ばれてノーアウトランナー1、2塁と、こちらは逆にトゥーサントが、ピンチを招きます。非常にねここでやっぱピンチが来たなという中で、ロンゴリア三振ですね。でその後続くバッターを、ゲツという形でなんとノーアウト1、2塁のピンチをですね、トゥーサント難なく、しのぎまして、ね、この回も両者無得点と呼ばれるので非常にね締まりのある試合をしているなという中で、さあその後6回表ですね、6回裏ですね、失礼しました、6回裏です。先頭じゃないワンアウト後ですねランナー一塁となりまして、さらにピンチなんですがここも三振という形になります。さあそして続くバッタークロフォードをキャッチャーゴロという形になりまして、6回までですねなんとジャイアンツブレーブスともに無得点という形になりますので、ここからですね、まあ、7回に入っていきますのでぜひですね、ダイジェストではなく普通の試合の方、ご覧ください。どうぞ。はい、ということでね7回に入ってきるわけですけれども、非常にこう締まった試合という感じなんですけどもまあ何せねびっくりしたのがちょっと初回でいきなりのアクシデントというところでね、ちょっとなかなかびっくりしたんですけどトゥーサントがねしっかり投げてくれたということで、さあ非常に締まっててね、ちょっと、あのヒットトゥーサントのヒットでドリューウォーターズ返したんだけどあれ間違いやったかなそんな感じで次の回からちょっと変えますか、ヤストレムスキー、ディッカーソン、フローレスなんで左2枚の右1人だから、あのヤストレムスキー左に強いんだね。ってことはディッカーソンのみ、ああでもそっか、スグローレス、ここはね、ルーク・ジャクソンで行こうかな。お願いします。そう、頑張って。ジャクソンが非常にこう、70試合以上もすでに投げてるんですね。非常にこう、大車輪の活躍をしてるわけですけれども。来年 FA なんでね。どうなのか分かんないんですけど、
さあ、そして相手ピッチャー、アーロン・サンチェスに変わりましたね。ここまでウェブをね、全然打ってなかったので、この答えがどう出るかなと。ねえ、だいぶね、三振をしたので。ちょっと早くね、1点取らないと。延長入っちゃうとね、すごいもうずっとやるんで、メジャーなんで。ね、困っちゃうんだけど、いやそれにしても非常にね始末試合してるわけですけれども、まあ、ちょっとここでねブレーブスのここまでのね少しこう印象といいますか話をねしていきたいと思います。このフランチャイズ内の話なんですけど、まあその、まあ、見てもらったら成績とか見てもらったら分かる通り全然打ててないんですよ。例えばこの今打席のスワンソン2割1分ですし、まあだから打ってる本当になんだろう、まあ成績通りというか、まあそれなりの活躍をしているのはまあクーニャとオスーナと、まあ、フリーマンとアルビスがちょっとまだって感じなんですけど、その2人ぐらいなんですよね。特にアクーニャっていうのはねほとんど1番で使ってるのにね、ちょっと見たら打点100だったんだよねすごいびっくりしたんですけどまあそんな感じなんですよね。ホームランをです今確かアクーニャはキャリアハイをすでに更新しててですね、ホームランの数も、非常に頼りになる一番待ったんですけど、ね、でそのアクーニャもですね、今でこそ打率が2割5分あってですね、見れるね成績になってるんですけど、なんだろう本当に前半戦とか9月ぐらいまで下手したら2割3分ぐらいしかなくてですね、非常にこうなんだろうね打率低い、ホームラン打つんだけど打率低いみたいな選手だったんですけど、さすがアクーニャということでここまで2割5分ほどに上げてきまして、OPS の9割あるんですよね。さあ、ちょっとルーク・ジャクソン79試合目。頑張ってほしいですね。ここまでね、まあ、まさかのアクシデントでイノアがね、打者2人目で交代という中でですね、打球を受けて交代という中で、トゥーサンドが非常にしっかり投げましたから、前、アクーニャ。おー、取った。いい、素晴らしい。よーし。ここはね、しっかり投げましたから、ここね、後を継いで中継ぎ陣たちはね、頑張ってほしいですね。トゥーサンとかね、意外とそういう、なんだろう、ああいう感じでね、しっかりと、今シーズンはね、1年間メジャーで投げてくれてるんですけど、一時期ね、先発にもしてたりして、それなりにいいピッチングしてたんだけど、ちょっと、まあ、怪我人の兼ね合いとかあって、まあ、中継ぎ行ったり、先発行ったりの繰り返しで、今、あんな感じで使ってるんですけど。すごいいいピッチングしてくれますね、基本的に。よし。そして、ルーク・ジャクソンも意外とね、なんだろう、数字以上に抑えてるイメージがありまして、一番抑えてるのはクリス・マーティンなんだけど、あの人は本当にもう、防御率、今ちょっと逆転スリーラン前に確か打たれて2点台なんですけど、本当に今まで 1.78 とかだったんで、まあ本当に素晴らしかったですね。トゥーさんともう1ゲーム行ってもよかったかな、打順回らなかったんだ。さあ、じゃあ、とここでもう一回変えましょう。ロンゴリア、ビショップ、ポーシーなんで、まあ、ちょっとね、イニングもまだあるので、ニューカム、ここで行きましょう。ニューカムがちょっと6点台なんだよね。さあ、アーロン・サンチェスから打てるかという中で、ウォーターズ、頑張ってね。あ、ダメか。ウォーターズで1安打打ってたのは良かったですね。今回。ね、三塁線をチェックなくね、ツーベースだったわけですけど、ヤンビリアスもね、この、おおっと、ウォーターズのね、時の当たり、非常に良かったんですけど、まあ、取られちゃったという中で、代打誰でいこうか、アドリアンザー行こうか。今日もね、アドリアンザ、現実でも代打かなんかでね、しっかりと満塁ホームラン放ちましたから、頑張ってアドリアンザ。さあ、ちょっとね、アドリアンザ、まあ、ここだとあんまり打ってないんだけど、たまにスタメンで使ったり、結構、やっぱ重宝しますね、アドリアンザ。ほとんど守れるんでね、キャッチャーとセンター以外。ただここ打てないと、だからまあプレイヤーのねちょっと打撃っていうのもあんましなくなっててね、それも兼ね合ってちょっとねあまり良くなくなっちゃってるんですよね、打撃が。45試合目ですね、ニューカムね。先発が1試合2試合ぐらいだったかな。今6点台なんだけどね、いい時は3点台中盤ぐらいまで行ったんだけど、
ここは頑張ってしまった。ここフリーマンナイス。さあ8回入っちゃったんでね、ここはしっかり抑えてね、ニューカム。ニューカムなんでとりあえずまあ2、3イニングは、まあ、打順が回らない限りで行ってもらいたいかなと。まあ勝ち越したらね、それこそクリス・マーティン、ウィル・スミスで繋いじゃうんだけど。さあ、どうかな？でもね、そうだね、なんか、ちょっとね、ダイジェストにするようになってからね、なかなかこう、自分の動画を確認しててもですね、なんだろう、トークが一段とこう、あまり内容がなくなってきてるという中でですね、まあ、前回もちょっとあのセーブペナントの方でですね話しちゃったんだけど、もう一回これ話そうかなと思って、まあ、5等分の花嫁を買いました。どっちが先に投稿されるか分かんないんだけど、うん、5等分の花嫁を買いました。まあ、2期が終わったあたりからちょっとまた漫画買い始めてね、今ちょっと読んでるんだけどね、まあ、一旦それで完結してから、まあ、気に入ったらあの全巻揃えてみようかなと思ってね。結構そういうことするんだよね。だから学校暮らしもそういうことしたしね、あの1巻から8巻まで LINE 漫画で無料で読めるっつって、ダメか、ポストか、しょうがない。まあ、ポーチなら、足はそんなに使えないんだよね。ね、LINE 漫画で1から8まで無料で読めるっつうんで、まあ、それで1から8まで見て、そっから結局ね、あの、もう一回買ってみるような感じのことしたんだけど、まあ、そういうことには慣れてるんですけど、結局、学校暮らしはあの後ね、あの、別に1から8買ってるわけじゃないので、まあそれでもいい、あの、買わなくてもいいのかなと思ってね。さあ、購入家も頑張ってね。ランナー一塁。よし。いいよ。よー、素晴らしい。いいね、入家も。おそらくですけど、この動画がですね、1年目は最後になるかなという気がしますね。ホサールバレスですね。87試合目なんだ。さあ、ライト入って、さあ、クーニャから1番からね、頑張って、点欲しいね。9回だもんね、点欲しいよね。で、もう21がですね、一応、延長入ると、ランナー2塁からなんですよね、ノーアウトランナー2塁から。タイブレークなのかなって感じなので、まあ、延長入れば、割かし早く決着ついちゃうのかなって感じがするんですけど、あー。甘かったね。すごい甘かったね。オスーナ。オスーナが結構その最近は手動で使ってもすごい打ちますね。普通に。打ちやすくなってるというか、なんか、急に打てるようになってきた。その日本語の動画でも確かね、あ、クーニャだ、クーニャじゃねえや。オスーナはホームランもね、打ちましたりしたので、打ちました。お、いいんじゃない？いいんじゃない？あ、入んないかな？でも違いない。ちょっと、あ、合ってないかもしれない。お、入った。マジか。よーし。よーし、よし。よーし。ミックスヒット。31号。よーし、勝ち越し。あー、ナイスオー。いいね、オスナ。さすが。素晴らしい。ね、クロフォードお土産で。今、クロフォードね、現実、やべっすよね。なんか、もう10号打って、めっちゃ打つようになってて。さあ、ナイスバッチを押すな。素晴らしい。よーし。素晴らしいね。これだよね、押すな。よーし。じゃあ、ちょっとウィル・スミス準備でいきましょう。ウィル・スミス準備。ここからはむしろなんかこう、もうなんだろう。そのまま。もう1点ぐらい欲しいけど、まだウィル・スミスならね、そんなに点も取られないかなって感じがするので大丈夫だと思うんだけど、ジャイアンツに対してウィル・スミス投げますからね。わー、フリーマン、素晴らしい。いいね。よし、ミックスヒットアップ。よし、なんだったっけな、フリーマンの息子かなんかかな、フリーマンの子供かなんかが、練習で野球、遊びで野球してて、ホームラン打った後、一塁上で、ね、ライバチ、一塁上でね、
オスーナのあれやってましたね、写真の自撮りのやつ。でその後こう混ぜながらあれ入ってきましたけどね。さあそうするとやっぱりこれはね勝ちが見えてきたという中でねしっかりね勝ってないんですよ、この動画2本も。マジで今までの動画2本マジでしっかり勝ってないんで、本当にしっかり勝ってなくてもう基本大量点取られて、2本目なんてたまりも投げさせたもんね最後ね、サムネにたまりごファン必見とかでね、しましたけども、真ん中なんだよな普通にな。Okay, if you're in this lineup right here, game on, boys. I know he's got power stuff, but if he's going to come middle of the plate, you better be ready to pull the trigger. And it's fouled away. Seventh pitch of the at bat coming up. さあ、スワンソン。まいった、よし。さあ、そしたら。ウィル・スミス頑張って。よし、今日今年は10セーブ上げてますよ。さあ頑張ってね。シュル固め入るの忘れたけどいっか立ち当たりセンターに入れとこうかなと思ったけど、ここはスワンソンが大ゲーマンだと。よし、次クロフォード、確かね。よし、こうやっぱりウィル・スミスがしっかりね抑えやってくれれば、結構ブレイブスね、メランソンがいなくなったんでだいぶ抑えが、ああ打たれた、抑えがだいぶこう不透明だったんですけど、ウィル・スミスが来年もこのくらいやってくれれば全然ね抑えとして使える感じがするんですけど、ただこれで休みにしてるのにね、ホームラン全然ありますからね、休みにしてるのに。ピッチャーゲッティングタイヤル早くないちょっと待ってまだウィル・スミス投げて3人目をされてしっかり、おお素晴らしい、怖いね、怖い、休みにしてる三振と。でアレックス・ディッカソン、いやー打たれた、まあいい、まあいい、まあいい、1点もいい、1点もいい。いやフリーマンのホームランが効くね、こうなるとね。フリーマンのホームランが効くね、あの後結局いいやもうって言ったけど、フリーマンのホームランが効くね、こうなると。よし、ありがとうフリーマン。さあそしたらフローレス、フローレスの一発打てるからなんですけどね、ジャイアンツってバッティングがすごく良くなってるイメージというか、メッツはあと1回アリゾナ挟んでダイヤモンドバックスだよ、ジャイアンツですけどね、どうですよね。よし、なんかすごいフローレスジャイアンツと打ってるイメージだよ。さあラストバッターにしよう。よし、あーダメか、結構最終回がグダついちゃうな。ロングリア、あ、フローレスよりロングリアの方がいいかな。今日今受けずにベルとか出てないね。ちょっと待ってね、結構厳しくなってる。うわ、スワンソン、ダメか。いや、そうじゃん、ダメだ、ダメだ、同点のスクールだ。最悪だ。どうしよう、なんか。マジでね、これ厳しいね。ここはもうちょっと投げさせましょう。いや、勝利ムードから 1点、すごいレベルでピンチになって、ああここは三振か。よいしょ、 OK。 どうしよう、こうなっちゃうとちょっとまた動画がなくなっちゃうな。じゃあちょっとこっからまたダイジェスト入ろうかな延長のあれを全く考えてないんだけどね。クリス・マーティンちょっと準備しよっか。
ランナー二塁なんでね、しっかりやれば点入ると思うんだよね。Now the one and two pitch. I got to count. Two and two. Some activity out in the bullpen now as a couple of left-handers begin to stir. よし、ちょっとまずいね。Here's the 2-2 pitch.あんなになんかオスーナとフリーマンのホームランで喜んでたのにバットが折れる。なんましね、進んでもよかったんだけどね。ウォーターズいいよ決めて。ダメだ。ストレートに力がありすぎる。ダングリアス決めていいよ。いいね、決めた見た。まあ別にね、フォアボールでつなげて釣りでもいいんだけど。よし、よく見た。さあ、そしたら、対応誰でいこうか。玉の子いこうか。よーし。頑張ってくれ。いい。2割1分9厘、5ホーマー、19打点。ここでヒーローになってほしいね、玉の子ね。ここでヒーローになったらもう一回あれだからね。玉の子ね、サメだからね。玉の子ファン必見って。さあ、厳しくなってきちゃった。ダメだ、ちょっとや。文句言ってる、文句言ってる。じゃあ、クリスマーティン頑張って、62試合目で 2.15 だからね。クリスマーティンがそう簡単に打たれることはないと思うけど。よし、これ外野フライもダメだからね。誰よ、ねえ、まずいね。うわ、素晴らしい。さすがクリスマーティン。すいません、しばらくクリスマーティン調子に。よし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 。ってことあれかもしんないな。なんだろう、わかんないな。結果がビル最後のためならカットかもしんない。それはちょっと時間がだいぶかかってる。まあ多分この話をするまではしてないんだけど、アルビス危ない。さあ、そしたらもう1人お願いします。さあ、こういうの決めちゃおう。ピッチャーはちょっとクリスマーティン、あ、ランナークリスマーティンになっちゃってるんだけど、まあいっか。無理はさせずに、でも、ワンヒットで帰れる程度に、ね、アクーニャが打っちゃってほしいけど、ってことなんだろうね。いやー、ちょっと打ち損じがすごいな。Hard fastball against a power hitter. I know he was late right there, but if he comes back, this one might not come back. Three and two. Marcelo Zuna will be next. So, 攻めても進塁だ。よし。And he misses ball four. So he comes out of the bullpen and immediately walks the first man. そしたらオスーナもう一本。2安打1打点。パンがね、やっぱ投じて苦手なんだよね。キャリア196本とかだったかな。おお、なんかし。さあ、これクリスマーティン入ってこい。
うわー、素晴らしい。フィッシュラーはもうやめてほしいんだけど、素晴らしい。よーし、ナイスオスナ。最初からフリーマン。ゲッツでもいいからもう1点だね。ね、あー、何かな。これはさすがに取れないか。ちょっとこれはさすがにちょっと厳しいよな。ピッチャーゴロゲッツーは。あ、じゃあ左がヒント99のアルビスと任せよう。Well, when your team really needs you, like they need it right here, you have to be able to put your personal struggles out of your mind. Right now is all the matter. そう、ワンアウト一三塁でも、まあ、そのノーアウト二塁から始まって、まだこれもね、一点しか取れないっていう緊急事態だよね。うわ、振っちゃったよ。厳しいね。もう、怖くて薄いのは変えられないんだな。さあ、さあ、じゃあ、頑張って、クロフォードから。クリスマートン、ここで抑えてもらえばセーブがつくね。よし、どうとも抑えない場面だからね。やっぱ一番信頼感のあるクリスマートンに。よっしゃー、アルビース素晴らしい守備範囲。さあ、ワンアウト一塁。犠牲フライもダメな場面、前回さっきと同じ場面なんですけど、ヤストレンスキーか。やっちゃったね。チェンジアップ真ん中。だから言ったんだ、今日怖くて惜しいのは変えれないって。よし、OK、よし、頑張ってくれないね、クリスマス君、ここから。よし、これはウォーターズ、素晴らしい。よし、さすがヤストレムスキー。やっぱ一味違うよな、ヤストレムスキー。さあ、そうなるとちょっとブルペンマジかな。ピッチャーがいなくなっちゃうね。この展開で野手投げさせるけども、いかないからね。あ、危ない危ない。ちょ、パントするか。パントしてみよう。ランナー誰だ、アルビスだもんね。よし、あー、まあいいいい、もうバンドやめよう、バンドやめよう。スワーソンにならないことさせるもんじゃない。さあ、1回目でもスワーソン決めちゃって。ノルマー・サンチェスでもいいけど。ダメかー。さあ、ヨルマー・サンチェス。僕が終わっちゃうんじゃないかな、多分1時間の。いったん、ヘイト君で一旦切ってね、ちょっとあのもう一回、はい、仕切り直しという感じでございますが。そう、ドゥー・ワーターズ・イズ・オン・デック。なるウォーターズ。
ダメか。厳しい。マーチェック頑張って。41試合目。サロンゴリア追い込んどる。Winning run stands at second base. And no offer that time from Longoria. It's back to 2-2 now. Swing lead を打てるとダメだから、インコースに。うわ、しっかり打ってきた。犠牲フライ。いや、取れたね。カット、カットとして、カット、誰が取って、ああ、いい、いい、いい、よ、めちゃくちゃ取った。よし、まずいね。ワンアウト三塁。マチェック頑張って。いやー、ダメだ、終わった終わり終わり。いやー、厳しかった。なんだろう、今日の試合すごくもったいない試合をした気がするそんな感じで、気長くなったんで今回ここで、ね、終わろうかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。